はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。このチャンネルは日本カンボジア両国でビジネスを行いますジェット谷が現地カンボジアから最新情報をお届けするチャンネルになります。はい、本日は雑談室です。はい、カンボジアでですね、大きなね、不動産取引詐欺、そして手形詐欺、しかもこれがですね、政府の高官、内務省、警察のですね、本来ならこの詐欺をね取り締まる立場の、しかもその高官が行ってた、事件で、まあその方がね、逮捕拘束されたっていう事件をね、皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、政府高官の方のねお話ですのでね、まあ、私もちょっとこれ言葉使い気をつけながらね話を進めていきたいと思うんですけども、まあこの事件の、全貌の中から、まあ、日本人が今後こういうね詐欺事件に遭わないためにっていうね注意点をね、ブログでは3つって書いてありましたけどね、まあ4つねほどね少しねご説明させていただきたいと思います。はい、どういう事件があったかと申しますと、まあ2020年ですけども、はい、この方がですね、内務省の高官、そしてカンボジアでは不動産王とね言われている方で、オクナドンウェンニエプ氏ですけども、まあ、土地詐欺の疑いで今回ね拘留されたと。はい、なんと、まあ、台湾人ビジネスマンから2020年に730万ドル、約大体8億円ぐらいですか、を、まあ、騙し取ったということです。はい。どういうふうに騙し取ったかということですと、このニエプ氏が、台湾のビジネスマンから、約1000万ドル、11億ぐらいの、価値があるという土地を、まあ、730万ドル、約8億円で、売却したと。しかし、まあ、実際にはそんな土地がなかったということで、これよくね、カンボジアあるあるのことなんですよね。はい。で、事件の内容で、ね、進めていきます。はい、そしてそこに、まあ、紛争が起きて朝廷ということで小切手をニエプ氏が台湾人のビジネスマンに切ったと。165万ドル、365万ドル、そして200万ドル、を小切手切ったけども銀行の口座には残高がなかった。まあ空小切手をね渡したということですね。金が返ってこない、土地はない、早く返せってことで、分かった、じゃあ小切手を切るということで、預かってしまったら、それも、全然お金はなかったということで、一度、裁判所の決定で2021年8月に、裁判所の監督が行われる、まあ、一度拘留されたのですかね、そして、まあ、530万ドルの保釈金を払うということで、払うということだったので、通常これ払わないと保釈出れないはずなんですけど、このあたりがやはりこの方の非常に、カンボジア国内での力があるところですよね。保釈金を払うということで保釈されてたけど、実際に払われてなか払う気はなかったと。逃げて回ってたということで、今回、逮捕、拘留になったということです。はい。まあ、本人も、刑務所に収監される前に、Facebook でライブでですね、自分のことをこう、訴えてたりとか、まあ、訴えてる内容は、俺は検察官にも金を払ったのに、もう今は金がないとかですね、ちょっと私も意味不明の、もう、よその国のことですから、あんまり突っ込まないですけど、まあ、あと、まあ、フン船長の方に助けを求めたけども、いや、もうそんなような全然話にならないということで、抑留になったということです。はい。じゃあどうしてね、こういうね、ありもしない架空の土地の、売買で騙されてしまうかということですけども、3点ぐらいね、追っていきたいと思います。これ意外にね、こういうことやってる日本人いますのでね、そういうね、ちょっともう実名も出してね、言っていきたいと思います。はい。まずね、注意しなければいけない点は、まず、外国人は、カンボジアでは土地の購入できません。できるというのは、手続きを置いてできることであって、基本的にはもうできません。外国人がカンボジアで土地を買う場合は、カンボジア人もしくは、カンボジア企業との51対49の合弁企業がないと、初めてその土地をね、所有権として、保全ね、することができません。そして、その土地の権利書としては、以前から私申しますけど、ソフトタイトル、ハードタイトルとかありますけども、もうお堅い方がお好きと思ってください。ハードタイトルでのお取引をしてください。はい。まずは、一発目からね、ない土地をね、売ってやると言って金を騙し取られたという時点で、まずこの法人設立とかね、もう会社そもそも設立してなかったと思うんですよね。はい。だからまあいい話があるよということで、まあ名義借りみたいな形で、売ってやるよということで、で、まあ、本人たちもね、まあカンボジアの登記費用が非常に高いですから、まあ、右から左ね、10億円の土地を8億円でしてるんでな、ね、1億ぐらいポンと抜けるんじゃないかという形でね、まあ、所有権の、
保存設定しなくてもいいやとかですね、あとはもう肝心の、あの土地を見せられて、まあ、あのハードタイトルね、東本関係を調べなかったという本当、まあ、騙される方が、じゃあ騙す方が悪いっていうのは私の基本的な姿勢ですけども、これは絶対変わらないですけども、ビジネスマンとしてはもうはっきりとお粗末すぎる2人だなというね感じがします。騙されて当然ということだと思いますね。名義借りとかね、安易な危険な取引をしてはいけません。やはりね、きちんと、所有しようと思えば法人設立、そしてあのハードタイトルできっちり東本ね、登記ね、することがね、大事だと思います。はい。で、よくあるのがですね、他人の土地をね、もう本当日本でいう地面師みたいなね、やつが、取引が結構多いですね。特に、日本人でもね、そういうことやってます。私もね、以前かかってて、ずっと追求してね、日本人のね、詐欺師の後藤良一なんかはこんな形ですよね。韓国人と一緒になってですね、他人の土地をね、これは韓国人の土地だ、韓国人の土地だとか言うてね、もう嘘ばっかり言ってね、取引を成立させようとしてね、お金払ってたら、韓国人がお金持っていって、実際の土地の所有者は、私は韓国、カンボジア人ですが、関係、そもそも韓国人が土地の所有者になれるわけないじゃないですかってね、こういう日本人います。最近またね、なんかやってきたのか知らないですけどね、この後藤良一と私争いしてるんですけどね、詐欺事実はないからそれを削除しろということを言ってきてるんですけどね、まあ、なんか取引やろうとしてるんでしょうね。日本人は本当気をつけてください。後藤良一の話はね、カンボジアでもね、本当いかがわしいことばかりやってましたから、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、注意情報として、ね、お伝えしておきます。はい、詳しいことはね、私のブログ過去の記事とか見てください。もういろんなね詐欺事件を行ってますからね。はい、でも2つ目の注意ですけども、小切手を発行して残高がなかった、これカンボジアではね即ね、これ詐欺罪で捕まる可能性があります。決まればね、3年の懲役刑になりますから、これ、ね、日本人の方、まあ、小切手ね、銀行、まあ、今ほとんどもうネットバンキングがあるので、まあ、小切手切る必要があるのかっていうのがあるんですけども、小切手切ってしまってね、うっかりでも残高があったらもう詐欺として扱われますからね、お取引として気をつけていただきたいと思います。ただね、台湾人の方らもね、まあ、そのこの、ニエット氏の方に、ね、迫ってね、いいからしろ金返せよということでなんですけど、まあ、そこで小切手を切って、とりあえず、まあ、政府高官だからこんなことをしない、ましては警察でこれ刑事事件になることだからすごくしないだろうということで、まあ、残高のない小切手をね、もらってしまって、ここでまた引っかかったということですね。はい。で、注意3点、もう一つね、これは私の見解ですけども、はっきり言ってですね、日本人の方非常に多いんですけども、すぐ政府の誰々とかですね、奥にあるだれだれとかですね、偉いさんの人と俺は人脈で取引がしてるとかですね、いろいろね、あとファミリーね、ファミリーの写真をね、見せびらかしたりとか、いう人もいらっしゃいますけども、基本的にはね、対等なね、取引なんか絶対ありえません。ね、なんか紛争が、ね、こちらが利用されてるだけで、何か紛争があればね、100% とか 1000%、1万%ね、こちらに火がなくても勝つことはできませんが、ほんと完全に完膚なきまで叩き伏せられますからね。まずね、そういうのも、権力とかね、ビジネスの、まあ、要素になるかどうかわからないんですけども、そういうものを利用しないということが大事だと思いますね。また、そういうことを、もう表沙汰にして、まあ、自分のカンボジアでの事業の、規模とか、概要をね、語っている方らとは取引しない方が、私はベストと思います。はい、やはり、こういう言い方私が言うのもあれですけどもね、本当上を見て、自分の足元を見てね、自分の部をわきまえた取引をするっていうことがね、大切だと思います。はい、そういうね、もう権力を傘にしたような形であってね、絶対うまくいくことがね、ないと思います。逆に、紛争が起きてトラブルあった時には、ね、何も過分に起こらないとね、絶対マウントが取れるマウントどころかね、もう終始ね、マウント取られた状態で殴り倒されるっていう状態だと思いますからね、やらない方がいいと思います。はい、あと4点目ですけどね、すぐ日本人ですよね、これ騙す人はね、さっきの後藤良一もそうですよね、いや、カンボジアには独特の方法があって、いや、カンボジアには独特のやり方があってね、独特のやり方じゃなくて、ね、正規のやり方で取引することが大事です。独特のやり方ということになって、ね、カンボジア人の土地を韓国人の土地だって言ったりするわけですからね、そんなことね、もうありえないので、そんなこと法務局わからないじゃないですか。これはカンボジア人の、韓国人の土地なんです。いや、でも、カンボジア人の名前書いて、いやいや、彼らに私はお金を貸してて、いや、でも、抵当権もついてないじゃないですか。そういう話になりますので、ね、本当にいい加減に、
なことを発信してね、カンボジアがもう未知の国だということをね、して、まあ自分が、間に入って、パイプつなければなんとか事業になるよ、というような形で持ってて、結局は自分たちはいいとこポンとね、間だけ抜いて、トラブルは全部後は知りませんっていうね、形のことをね、やる日本人がね、まあ先ほどの詐欺師の後藤良一もそうですけどね、まあそういう人間多いですからね、まあ気をつけるべきかなと思います。はい。もう一点ね、最初ですけども、まず今回の事件ね、一点はね、やはりもう、法人設立、ハードタイトルと、情報関係しっかり調べましょうと。二番ね、まあ、小切手の取引は日本より厳しいですと。はい、三番目はね、切れてね、対等の立場の方と、ね、いざとなった時に自分がマウント取られないようなね、方とお付き合いすべきであるということで、まあ、ね、カンボジアでの投資事業をね、しっかり行っていただきたいと思います。はい。魅力的なね、市場で、私はもうカンボジアでの進出投資というのはね、大いにお勧めますけども、もう入り口のところでね、こけてたら意味がないと思いますので、皆様ね、お気をつけていただきたいと思います。はい。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしくはチャンネル登録、高評価、お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは、See you!